宮殿の正面、ガンドルフォ城は、イタリア共和国ローマ県、カステルガンドルフォ町にある城、教皇宮殿と呼ばれ、多くの教皇が秘書目的に訪れていたが、2016年10月からは、博物館になった。ウルバヌス8世の頃に、教皇の宮廷が建設され始め、1870年までは、拡張され続けて、教皇の夏の別荘になっていた。しかし、 教皇国家の終焉とともに、それをもたらしたイタリア国家への抵抗を示すため、以降の教皇たちはバチカンへ引きこもり、他の宮廷は手放した。1929年、バチカン四国の誕生とともに、ガンドルフォ城にある教皇の別荘軍は、教皇の特別領土で、ピウス11世の財産であるとされ、教皇たちの避暑地に戻った。以後、教皇たちは、 例年7月から8月の間の約1ヶ月程度の間、休暇と秘書のために訪れていた。パウロ6世のように当地で没した教皇もいる。また2013年2月に教皇の辞任を行ったベネディクト16世の引退直後の一時滞在先としても、教され公認のフランシスコとの初会談の場ともなった。現在はチーボーとバルベリー2層の庭園と共に、 約55ヘクタールに広がる別荘や農園を形成している。農園からは毎朝教皇宮殿に野菜、果物、牛乳、軽肉等の食材が届けられ、教皇をはじめとした教皇庁職員に供される。余剰品はバチカン内のマーケットや近隣の商店にも流通する。2013年5月にベネディクト16世がバチカンに戻り、大きな変化が訪れる。 フランシスコは同年夏に滞在しないことを6月に発表、7月と8月にそれぞれ日帰りで来訪するにとどまり、以後は当地を訪れていない。しかしフランシスコは自身が滞在しない代わりに内部を公開をすることを決断した。まず2014年春にバルベリーニ層の庭園が散策できるようになった。バチカン美術館主催のツアーに申し込むと見学することができる。 さらに2015年秋には、城の一部を改装して、博物館として供し、加えて、バチカンからの観光列車が近くのカステルガンドルホ、駅まで運行されるようになった。そして2016年10月22日、公開範囲が、教皇の進室を含めて拡大され、一般公開に供されるようになった。ありがとうございます。